どうもこんにちは。漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ベラパトーなどを描いております。腕時計好き、動画の続編でございます。で、今日はですね。どういう文脈で時計紹介するかって言うと、う皆さんふるさと納税やってますか？意外となんかまあ、やってない人いると思ってて、その僕もねえっとね。3年に1回ぐらい忘れてて、あの忙しくて年末特に忙しくなるじゃないですか？ ふるさと納税センスがないんですよね。なんかチョイスミスっちゃって、あの別にその返礼品が良くなかったとかじゃなくて、あの物量を間違えちゃって、なんか今年はね、来る日も来る日も米が届くっていう大名みたいな状態になってまして、あの食べきれない米があの毎週毎週送られてくるっていう、で近所に住んでる後輩に米を配るっていうなんか大名みたいな 状態になっちゃいまして、あの、お得に使えてなかったんですね。まあ、そんな中でちょっとね、パッと思いついたの。意外と時計あるんですよ。腕時計。あのー、何を隠そうに、やっぱ日本はね、まあ、時計強いじゃないですか。いい時計いっぱいあるじゃないですか。まあ、日本の時計いいぞということで、ふるさと納税でゲットできる腕時計を結構調べまして、その中から、これを私はおすすめみたいな、なんか、 こんなのあるんだとかそういうのをちょっと動画で話してみようかなと思います。よかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。まず、古ナビの方から見ていこうと思います。腕時計で検索。1637件も出ましたね。めちゃくちゃ多い。ケースとかもね、混ざってるんで。 時計本体はもうちょっと少ないかもしれないですけど。いやー、やっぱシチーズンまずシチーズン出ますね。国産時計の名手、シチーズンさんですけど、シチーズンあんま詳しくないんですよね。あー、高いね。高いね。基本的になんかふるさと納税って、あの、ま、明確にはなってないかもしれないですけど、だいたい定価の3倍ぐらいが なんか普通で、それ超えるとちょっと高いか、みたいな感じの割合じゃないですか。その、だから、こういうのは、こうやって検索してですね。まあこの、この辺が実践価格なのかなうん。これ多分新品で26万。で、えー、っと、寄付金が 1, 110万なんで、ちょっと高いんですけど、 ま、そんな感じでね、ちょっと、こういうなんか嗜好品系の腕時計とかって結構そのさっきの、あの、定価の3倍ルールがあんまり適用されなかったりするんで、あの、ま、シチズンが特別高いとかじゃないと思うんですけど、これ、え読み方なんだろうね。ニスって読むらしいです。ニス、京都。京都のブランドなんですけど、 僕も名前ぐららいしか知らなくてあの特徴は時計好きな人じゃないとなんか変わった模様だねぐらいの感じだと思うんですけどこれメテオライト結構その、まあ、ロレックス含めその隕石文字盤ってすごい人気でなんかまあ特別なモデルなんですよね主に。あの数が限られてるから金とかよりも数限られてるから。 メテオライト文字盤で結構時計好きの、まあ、憧れみたいな感じ。これですよね、今の。10万4500円。安いね。低価安いね。隕石文字盤で、隕石文字盤が10万円で楽しめるんだっていう、驚きの。しかもね、これサイズ感がね、確か、そう、38ミ、mm、リっていう、まあ、あの、 付きやすいサイズ、すごくゴールデンサイズなんですよね。まあ僕にとってですけど、まあロレックスのスポーツウォッチとか、なんかダイバーズウォッチとか、男の人がよく好む、いわゆるあの、なんかそっち系の時計よりも、ちょっと一回り小ぶりっていうのが、洒落てるなという、ちょっと実物ね、見たことないんで、あの、これ以上はわかんないんですけど、ただ、これ3倍ルールで言うと、 なかなか魅力的な値段じゃないかなと思うちょっと試しに買ってみたいみたいな気持ちになりますよね。ちなみにあのこのニスはね、今日ね、サトフルも見ようと思ってるんですけど、サトフルにはなかった。ほんでカシオとかも出てきますね。カシオだと G ショックちょっと見たいなマンダラ時計。<laughs> 変わったもんがあるなマンダラ時計。しかも、 一万九千円だからじ、実、実態実勢価格、どんなもん五千 <laughs> 円とかなのかな気になるけど。いや、だから意外とね、こうやってカテゴリー絞ってみるだけでも面白いっすよね。お肉のカテゴリーとか皆さん見たことあると思うんですけど、腕時計ってあんま検索しないでしょう。はい。g s h ック<ー> G-SHOCK のこれはいいやつですね。メタルの。ちなみにこんなんで言うと、 ま、あ八万、八万五千円とか、そんなもんですね。お得なんじゃないですか。三倍より安いっすよ。まあ、ちなみにあの、ま、あさすがにわかると思うんですけど、あの、金無垢とかではないので、その、はい。ゴールド、ゴールドメッキなのかな ?IP コーティングされてるっていうやつですね。金麦の、金麦のわけはないよね、その値段的にね。ちなみになんか、 G-SHOCK の金目時計がね、この形じゃないか。G-SHOCK の金目時計があの、この前なんか、大きめのオークションですごい金額ついてましたね。なんか1000万とかついてたんじゃないかな。世界が誇る G-SHOCK。あ、で、この辺がね、ちょっと僕気になってたやつで。あの、セイコーのプロスペックス。セイコーの時計、まあ、一本持ってるんですけど、なんか、 プロスペックスってめちゃくちゃちょうどいいんですよ。これはね、実は、ふるさと納税ラインナップの中から厳選していくつか試着してきました。なので、ちょっと語れるんですけど、まずね、これ。SBDC101 っていうやつで、これね、あのー、まあ、成功のダイバーズウォッチの、その、まあオ、オリジンの デザインを、まあ、ま、継承してるっていうシリーズで、あ、まあ、ここに書いてあるんですもんね。うん。まあ、65年に発売した国内初のダイバーズウォッチを現代的にリニューアル。で、結構ね、これはあの、本当に、まあ、似てるんですよ。そのオリジナルに。<laughs> で、時計好きはね、あのね、まあ、解古主義なんで、そのオリジナルに似てれば似てるほど嬉しいっていう、そういう生き物なんで、これはね、もう、 なんだろう。時計好きは結構もうすでに知ってるモデルなんですよね。で、確かに、ね、実勢価格が15万とか16万とかなんだよね。うん。まあ、定価が16万で、ま、あ多分お店によっては、価格 .com とかねま、あ10万、11万とかで売ってるって感じなんで、めちゃくちゃいいのよ、ほら。これはね、実はちょっとふるさと納税関係なく何度も買おうと検討してました。 サイズもね、あの、ダイバーズにしては小ぶりで40、40,40.5ミ、mm、リっていうので、まあ、いいサイズ。まあ、だから、えっと、まあ、数字上は、あの、普通にロレックスのサブマリーナとかと、その大差ないんだけど、まあ、印象はちょっと小ぶりかなっていう感じ。やっぱロレックスのサブマリーナの方がガスンと男らしい印象がね、あります。 これはね、結構いろんな人つけやすいんじゃないかなと。そんでこいつをさ、ナトベルトとかにしちゃってさ、中度もおすすめです。このグレーのグラデーションがすごい綺麗で。うん。これはね、まあ、ふるさと納税限らずおすすめ時計ですね。10万台の。はい。で、まあ、15万ぐらいだったし、11万から15万だったじゃないですか。 うん、まあそう考えると、ちょっと割高かなっていう、ふるさと納税で買うには割高かなっていう感じなんで、ちょっとまあ人それぞれ考え方次第で、うん。まあね、基本税金なんでね、あの、基本納税なんで、ただの、あの、納税の負けになんかもらえたら最高ってだけなんで、まあもともと欲しいものがあるんだったら、ね、あんまりその、もうバキバキになんかその損得勘定する場面でもないかなっていう気は、 してる派なんで、ふるさと納税って。まあ、の納税の、納税が第一なんで。<laughs> これもね、実物見ましたね。成功5。42000。これね、大きさ2つあって、あのー、ふるさと納税のサイトでも2種類出てると思うんで、2種類あるよっていうのは覚えていてほしいんですけど、これが38ミリっていう、まあ、小ぶりの方ですね。僕は小ぶりの方が好きだな これまあ正直さっきの,その101っていう本格ダイバーズ寄りのまあ本格って最上位モデルではないんだけどあのミドルレンジの本格寄りのしっかりしたやつは本当にコスパがよくてそのうーんこんなこと言うと怒られるかもしれないですけど割とそのチューダーのさブラックベイとかと並べても別に全然遜色ないっていう感じの雰囲気を持ってる時計なんですよ。 なんか実際ね、あの、中段の方が全然高いから、その、違うは違うんだけど、あのー、まあ、っていう、その、のがさっきの、いやあ、あの、101って言って、消さなきゃよかったな。この子に関しては、えっと、やっぱりもう、もう一発や、かん、あのー、なんだろう、なんだろうな、年相応というか、あの、価格帯相応の顔つきをしてて、で、まあ、そこがいいんだけど、その、やっぱり、ファイブスポーツっていう、まあ、アクティブな、 シーンでスケボーとかさ、そっち系に合う時計だから、なんか、その、その、なんか高級感とか求めてるもんじゃないと思うんで、タフさを求めてる時計だと思うんで、全然いいんですけど、なんか、画像だけで判断して、同じぐらいとは思わない方がいいかなっていう。まあ、妥当ですよね。3倍ぐらいだから。まあ、大東な、SBSA シリーズって言うんですけど、こういうあの、まあ、空張りがあるんですよね。空張りがあって、こんなターコイズとか、 可愛い,いでしょう。そう。なんかまあね、どうせ納税だし、ついでにもらうんだったら、こういう可愛い,いの使ってみようかな、みたいな、おすすめです。はい。ほんで、セイコープレザージュとかもね、いい時計ですよね。こういう、なんか意外と和な感じがして、素敵だなぁと思う時計ですね。大人ですね。やっぱスーツに合う系の、うん。 ドレス寄りの時計です。127,600円。うん。まあ、だいたい3倍ぐらいじゃないこれね、意外とちょっと気になってて、シチズンさんの。これなんか、かっこよくないどうなんだろうちょっと安っぽく見えちゃうのかななんか、こういうのね、あんまなんか自分じゃ買わないっつってね、あの、まあ、プレゼントじゃないから自分で買うようなもんなんだけど、自分で、その、これ欲しいって、 なかなか選ばないけど、でもいいなぁと思う時計なんで、こういうのをね、ふるさと納税きっかけで、ちょっと手に取ってみるとか、いいかもと思うんだけど、これ多分ね、でかいでしょ、どうせ。ほら、44.5、もうね、顔つきでわかるのよ、<ー>こいつ。<laughs> どうせでけんだろっ、つって。44.5はちょっと許容、許容できないか。 いや、皆さん、ふるさと納税どうですかもう、もう使い切ったなんか、ちょっと動画遅い <laughs> 動画遅かったかなまあ、しかもね、ちょっと時計とかになるとちょっとまとまった、その、金額の、あれになるんで、なんか、ね。まあ、とにかくね、時計好きはなんかあの、好きあらば何か理由つけて、新しい時計との出会いを求めてるんで、そういう生き物なので、あの <laughs>、 ま、時計を見ようという回ですね。すい、すごいね。アテッサ。いや、七寸のね、アテッサはまあ、泣く子も黙る、もう、ハイスペック時計。あと、成功でね、もう一本見せたいのがあったんだけど、こっちないのかなあ、これですね。えー、っと、こっちがわかりやすいかなはい。えー、っと、さっき、 お伝えした SBDC110、110じゃないか、101。あいつの兄弟ですね。こいつね、さっき説明したグレー文字盤が美しい感じの。こいつの方がね、あの、1世代新しいんですよ。同じシリーズで。だからこれもさっきのいわゆる、その、これ、昔のダイバーズの衣装を行き継いでるっていう、 やつでまあ、時計好きがあんまり好まない、その日付表示っていうのが、ちょっとこっちや、秒針の下にあるんですけど、丸窓で。こういうところが、まあ、隠してくれてるっちゅう。あと、この文字盤のマットな黒ですね。だから、これは好みが、まあ、両方好きな人はいると思うんだけど。 どっちもこれつけてみて、まあ黒の方がやっぱりもうザ・ダイバーズって感じで、まあ今風のダイバーズ、その都会的なダイバーズっていうか、まあぶっちゃけパッと見サブマリーナとかブラックベイとかそういうのを想起するようななんか、をなんか良さそうなダイバーズつけてんねみたいな、そんな感じは多分この新型なんですよ。まあ綺麗にまとまった。 うん、すごい完成度の高い。でしかもあのねちょびっとだけ前作よりちっちゃくなってるんですよね。さっき4 0 5ミ、mm、リだったんですけどこれ確かね 40mm とかででちょっとだけラグ幅もこのラグ幅っていうのはこのえっとここのベルトが付くこの足ですね足の部分が短くなってるのね。 でこれ何に影響するかってうとあの腕のりが良くなるっていうので、まあ、ちょっとちっちゃくなって腕のり良くなってで確かなんかちょっとだけ薄くなってるのかなかつまりあの乗せやすくなってるって、まあ、着用感が良くなってるっていうまあまあ全体的にあの仕上げてきたぞっていう新型でございます。これはねももう誰がつけても間違いないな あのー、普通にこのふるさと納税の中にあるとか関係なくおすすめの時計です。まあただこれもやっぱりちょっと割高かも。まあこれね新型17万6千円なんでまあまあでもこんなもんかその大体こんなもんか3倍すると元々欲しくてふるさと納税なんかめんどくせえ入れるもんねっていう人はまあおすすめ。うん、これとかもね気になるなぁと思って。<laughs> プロスペックスの針がいいよね。軍サブみたいで。なんかセイコー5にハマっちゃう人がいるのがわかる。僕もね、セイコー5一本持ってるんですけど、ま、それは父の形見なんで、自分で買ったわけじゃないねあち、あ、でも違うわ。あの、セイコー5の前身になった AGS みたいな名前の、セイコー5の前身みたいなやつを一本持って、 いまだに、ね、元気に動いてるんで、多分、成功5もす、そういう、なんか、長持ちするんだろうなぁと思って。はい。えっ、ー、と、カシオ。まあ、主力の、もう今もう、今っていうか、まあ、ここ数年か、大人気のこのカシオークですね。カシオークってあだ名で呼ばれてる、まあ、ロイヤルオークのような形をしているカシオーク。こいつはね、まあ、 間違いないでしょうっていう感じの鉄板モデルというか大人気モデルですね。これがふるさと納税にあるんだっていう。で、まぁ、あ、ちょっと高いですけど、な、なんでかっていうと、このメタルのベルトが、まあ高いです。あの、普通の高級時計とかに使われてるステンレススティールだよね、これ。あ,あ、そう合ってる合ってごめんなさい、ステンレススティール。 でまあサイズが例によって僕に合わなくてちょっと50ミ、mm、リ弱あるんで僕あの38とか7とかその辺が僕のゴールデンサイズなんでちょっとさすがにでかいっていうのであのずっと欲しいないいなかっこいいなとは思いつつちょっとあのなかなか手が出せないモデルでございますでこれ7万7000じゃん全然いいんじゃん3倍3721 ちょっと割ってるぐらいだね。しかもこれあの、なんか刻印までできるっていうね。まあ、そういうあの、カシオークシリーズがこう、何色かあります。オールブラックとかもかっこいいですよね。だいぶ見た。見ました。はい。手出しやすいところで言うと、この G-SHOCK のフルメタルバージョン2100シリーズっていう、もう大人気、持ってる人も多いやつを狙うか、登録した。ま、あお値段、 だいぶ行っちゃうんすけど、セイコープ,レスプロスペックスの SBDC シリーズ。まあ前作の101、このグレーのグラデーションは綺麗な文字盤か、こっちの197新型ですね。これ確か今年とかだって今年発表されたとかのさすごい新しいやつなんで、<laughs> まあ間違いないやつですね。はい。まあそんな感じでちょっと今日は、 ふるさと納税で買えるおすすめうどで、うど、腕時計ということで紹介してまいりましたけども、いかがだったでしょうかまあ、左ひきのエレンとか、まあ、私の創作にまつわるエピソードとか、まあ、こういう思いで作品作ってますとか、インディーズ漫画かこんなか感じで生活してますとか、そういう話をしていこうと思うので、よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。